カシオ計算機エクシリムカシオエクシリム EXS600 エクシリムはカシオ計算機が開発、販売していたデジタルカメラ、またはカメラ機能重視型の携帯電話のブランドである。カシオは日本で初めてデジタルカメラ QV-10 を市販して以来一般ユーザーやプロ仕様のデジタルカメラを製造してきた。当時のデジタルカメラはシャッターを押してから写真が 取り込まれるまで時間がかかり、またサイズも、従前のフィルムカメラと同じように大きめのサイズが主流だったため、ポケットなどへ入れての携帯など不便な面も多かった。そこで、シャッターを押してから瞬時に写真を取り込めるようにする、ウェアラブルカードカメラというコンセプトとともに、小型、軽量化でポケットなどへの携帯を、よりしやすくした、カードサイズデジタルカメラである、初代のエクシリムを開発した。 ブランド名のエクシリムは、ラテン語の、波外れた、驚きを意味する、エクスミアスと、英語の、スリムを合体させた造語で、究極の薄さのデジタルカメラという意味が込められている。実際、初期の EXS1 は名刺入れに入るほど、薄く小さい。最近発売されたモデルでは、ビデオカメラ並みの1秒30フレームの、高画質ムービー映像が撮影でき、 高画質の写真撮影、手ぶれ補正機能や、人物、夜景など様々なシチュエーションに合わせた写真の高画質、撮影が楽しめるベストショット機能、マイクロレコーダー機能や、音楽や、ポッドキャスティングの番組が聴ける MP-3、プレイヤーとしても使える機能も備わったものもある。EXS1 の成功からカシオではエクシリムを主力ブランドとした。 初代のエクシリムは単焦点だったが、現在では3倍ズームレンズを搭載したエクシリムカードシリーズがその系統を継いでいる。また、派生モデルとして、マニュアル撮影や動画撮影を強化したエクシリムプロシリーズ、ズームレンズを搭載して、省電力化を売りにしたエクシリムズームシリーズなどが存在する。現在発売されている機種の多くは、ペンタックス製 SMC レンズを搭載している。 2018年5月9日、カシオは市場の縮小により赤字となっているエクシリム等のコンパクトデジタルカメラ事業からの撤退を発表した。ユーザーへのアフターサポートは規定に基づいて継続され、カシオは今後、独自技術、ノウハウを活用した新しい事業領域を創造するとしている。カシオエクシリム EXM に単焦点レンズを搭載した。 初代エクシリムとその派生機。現在はズームレンズ採用のエクシリムカードシリーズにラインアップされている。以前まではエクシリムカード、エクシリムズーム、エクシリムハイズームと分かれていたシリーズが現在は統合されている。エクシリムカード単焦点の S シリーズとほぼ同サイズのボディにズームレンズを組み込んだもの。ボディはステンレス製。 エクシリムズームカシオエクシリム EXZ40 カシオエクシリム EXZ100 カシオエクシリム EXZ1050 ズームレンズを搭載したシリーズで単焦点レンズを搭載した S シリーズと差別化を行っていたがカードシリーズもズームレンズを搭載したために現在ではバッテリーライフや比較的安価な製品などで差別化を行っている流通限定モデル学校 教育等対応モデルエクシリムハイズームエクシリムハイズーム EXV7 エクシリムハイズーム EXH15 エクシリムズームシリーズと比較して高倍率のズームレンズと CCD シフト方式の手ブレ補正機能を搭載するシリーズ初の屈曲式光学ズームを採用したことで高倍率きながらコンパクトなボディを実現した撮影機能においてはエクシリムプロのように シャッタースピード優先、露出優先などの撮影ができる多機能型である。撮影補助機能として、通常のフラッシュの他に携帯電話などに搭載される白色 LED を使用したフォトライトを搭載している。エクシリムカードのように動画撮影を得意としており、V7、V8 では H264 方式でステレオ音声の MPEG4 ムービーを撮影できる。 コンパクト機では数少ない動画撮影中に光学ズームを併用した撮影も可能となっている。近年発表のないエクシリムプロの発展型と推測される。公式にエクシリムハイズームとしてラインアップされている機種は EXH15 まで。この項目にはエクシリムハイズームとして位置付けられたものと光学ズームが10倍以上のものを掲載する。 流通限定モデルカシオエクシリム EX ZR1600 ハイスピードムービーや一押し30枚電車など高速撮影に特化したシリーズ。2008年に初号機である EXK1 が発売され、以降コンパクトモデルの FC シリーズとフラッグシップモデルの FH シリーズに分かれていたが、2010年に ZR シリーズの初号機である ZR10 が発売されてからは、 ZR シリーズがメインとなっている。型番につけられている S はゴルファー向けモデルとなる。単焦点レンズを搭載し、ボディの液晶画面とフレーム部分が回転するエレメントスタイルを採用したシリーズ。単焦点レンズを搭載し、レンズとモニターが分離されている機種。いわゆるアクションカムのような機種で、主にアウトドアでの利用が想定されている。かつては、 エクシリム FR というブランドで展開していたが、FR100 発売後は、FR10 も、エクシリムアウトドアレコーダーとして併売されている。対衝撃、防水、防塵、大低音性能に特化したシリーズ。シャッタースピード優先、露出優先などの撮影ができる多機能型。ズームシリーズの高機能型に吸収統合されており、近年新製品は出ていなかったが、 高速化を図った、会一が発売された。エクシリム携帯 NEC カシオモバイルコミュニケーションズが開発及び製造する、エクシリムエンジン4モバイルを搭載した、カメラ付き携帯電話である。au ソフトバンクモバイル NTT ドコモから販売されるカメラ機能に特化したモデルのみにこの、相性がついている。携帯電話でありながら高い画素数を持つ CMOS が、 搭載されており、手ブレ補正、急転オートフォーカスなどが搭載されている。機種500万画素以上の撮影阻止搭載機種、エクシリム形態の相性のない、500万画素以上のデジタルカメラ搭載機種を一家に記す。歌詞を、コンパクトデジカメからの撤退を正式発表、市場縮小により挽回できず、IT メディアニュース、2018年6月13日、閲覧。 デジタルカメラ生産終了のお知らせ。カシオ計算機。2018年6月13日閲覧。スマホと連動してスイング分析できるゴルファー向けデジタルカメラ。カシオ計算機。2016年12月7日閲覧。カシオの不人気デジカメが台湾や中国で大ブレイクした理由。日経トレンディ。 h t t p コロンススララッッシュ t r e n d y n i k e i b p c o j p スラッシュアーティックルスラッシュ、e、bickup スラッシュ20120316スラッシュ1040085スラッシュカシオの自分撮り手事カメエクシリム EXTR150 発売前に販売終了を告知日経トレンディ http://trendy.nikkeibp.co.jp コロンススララッッシシュスラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ20120413スラッシュ1040462スラッシュカシオフリースタイルデジカメエクシリム EXTR15 国内発表 デジカメウォッチ、http dc.watch.impress.co.jp スラッ docs スラッシ 201307710607097HTML ハットフリースタイルカメラエ l i リム EXTR15 が3000台完売追加販売も検討 デジカメウォッチ、http コロンスラッシュスラッシュ dc.watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 20130731609765HTML ありがとうございます。